ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等、この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日は高等ポレポレ散歩、花と緑のお散歩隊の取材リポートをお送りします。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。江東区は異なる魅力を合わせ持つ個性的な街です。江戸時代から続くこの街には伝統が息づき、アートやカルチャーの潮流を捉えた先鋭的なスポットには東京の現代が感じられます。高層ビルが立ち並ぶ湾岸エリアにはショッピング、エンターテイメント施設など都会的な刺激があり、深川、城東エリアでは下町情緒に触れることができます。都心に隣接しながら水と緑豊かな水彩都市であり、癒しの空間を提供してくれます。伝統と現代、刺激と情緒、都市と自然、対照的な魅力を併せ持つ懐深い街なのです。それでは取材リポートをお聞きください。さあ、それでは本日は豊洲に来ています。今日はですね、コミュニティガーデンについてまたたくさんお話を聞かせていただきたいと思います。コミュニティガーデンアンバサダーの東方さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。さあ、新年度になりましたが、私も以前参加させていただいた花と緑のお散歩隊、今日はですね、実はその下見に私同行させていただいています。はい、はい、ありがとうございます。はい、まずコミュニティガーデンとは何か改めて教えていただけますか。はい、コミュニティガーデン、直訳すると地域のお庭なんですけれども、はい、江東区では区立の公園や、区道とか、区の土地であれば、5人以上集まると、登録をできて、そこに好きなお花を植えたりとか、はい、お花の支給もあるんですけれども、はい、みんなで楽しみながらお花畑活動ができるというものです。はい、それのアンバサダーが東方さんなんですね。はい、あ、そうですね、はい、広める人ということで、はい、アンバサダーって言ってます。はい、そしてこの花と緑のお散歩隊、私もですね、以前2回ほど参加させていただいたんですが、年に何回か行われるんですよね。はい、年に2回で、はい、春は5月、秋は10月を予定しています。はい、その花と緑の散歩隊ではどんなことをするんでしょうか。はい、すでにやってらっしゃるコミュニティガーデンの皆さんが、現在64箇所になっているんですけれども、はい、そこのいくつかを巡って、実際にお話を聞きながら交流しながらお花を見て回るという形ですね。はい、それを東方さんがこう、はい、教えてくださる。そうですね、まあ、教えるというか、はい、もうご案内して、はい、やってらっしゃる方の声を聞くっていう形になってます。はい、そして今回の5月17日に行われる花と緑のお散歩隊のエリアがここ、湾岸エリア、はい、豊洲ですよね。はい、豊洲は高層ビルがとても多くて、はい、お庭がない人の方が多いんですけれども、はい、そこの中にもうどんどん、コミュニティガーデン増えてまして、その新しいガーデンを見て回ることになってます。はい、今日私その下見に同行させていただいてるんですが、はい、実際の待ち合わせ場所のシビックセンター、はい、1階に集合しましたが、当日もそこからスタートということですね。はい、そうです。はい、まさに今道を歩いている最中なんですが、高層ビルに囲まれていて、ただそんな中にもちらほらとこう彩り豊かなお花たちが見えてきたんですが、この後のポイントは、はい、まず最初に今豊洲三丁目公園のところの花壇に来ました。門で行っちゃいました。はい、うん、あ、
の。イースターの。はい。え、着きましたけどお花はない。どういうのか今遠目に分かったところです。なるほど。はい。はい。そういうところもあるんですね。そうですね。はい。植え替えを年に2回か、このガーデンさんもっといっぱいやってるので、はい。春のお花をもうすでに抜いて、初夏のね、お花に植え替えるところかなと思います。あ、そうなんですね。はい、ただまあ、他にもそのコミュニティガーデンさんのポイントは、はい、ありますよね。そうですね。はい。はい、ここは、欅の足元の植栽マスのところに、一年草を彩りよく植えてあるところですので、はい、はい、それをね、ちょっと見たいなと思ってきたところです。はい。では、次のポイントでまたね、お話を伺います。はい。さあ、東保さん、ちょっと今ね、急に雨が降ってきたんですが、はい、当日、小雨欠航でしょうかね。はい、雨でもやります、はい、よっぽどの台風とかでない限りはやる予定です。わかりました、はい、もしその参加する予定の方が雨予報を見たら、はい、レインコートなど用意した方がいいですかね。そうですね、はい、傘を差しながらでも大丈夫ですが、はい、雨具は各自、はい、ご用意ください。はい、わかりました。では、ね、お天気雨でも開催するということで、はい、そして今は何丁目あたりに向かっているのでしょうか。はい、次は豊洲4丁目の花の会さんの方へ行ってみます。4丁目ですね。なんかこうして歩いてる間にも結構こういろいろなお花が出迎えてくれますよね。はい、今ここビバホームの横を歩いてるんですけど、はい、多分この近くの皆さんはビバホームでねお花買ってるかなと思います。はいはいはい、なるほど。はい、はい、では、4丁目付近に向かいます。はい、お願いします。はい、今豊洲4丁目公園に到着しましたね。はい、はいはい、こちらは4丁目にお住まいでいいんですよね。はい、吉原さんが今日ご一緒してくださってますので、はい、吉原さんからご案内いただきたいと思います。はい、では吉原さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちらのコミュニティガーデンは、はい、2020年にできたコミュニティガーデンです。そうなんですね。はい、はい、割と最近というか3年前ぐらい、ね、そうですね。オリンピックに、はい、間に合うように、はい、おもてなしをしようということで、はいはいはい、街をきれいにしようということで立ち上がりました。地域の方々とあと商店街との方々で立ち上げた、はい、コミュニティガーデンなんです。はい、はい、吉原さんはじゃあもうその当初から携わってらっしゃる。当初から、はい、はい、最初どんなことを話されたりしたんですか。最初ですか。最初もここの公園はもうなんか喫煙する人がなんか利用するところっていうような形で、はいはい、ゴミもひどくて、そういった場所でした。花なんかも全くない状態でしたし、はい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 、その2020年以前はお花は全くなかったってことですよ ね、はい、そこからこう作り上げていって今はこんなにお花にあふれている公園になったんですね。うん、この花壇の真ん中に一本そびえ立っている木は何の木でしょうか。これは欅の木。欅の木、これがちょうどいい木陰になってくれてますよね。本当に、はい、そうなんです。雨なんかもしのげたり、はいね、はいはいはい、では豊洲4丁目公園からお送りしました。ありがとうございます。はい、佐藤さん、今ですね豊洲4丁目公園を後にしまして、はい、豊洲小学校、豊洲幼稚園の敷地の方にやってきましたが、はい、ここも花壇がねとっても綺麗にお花されてます ね、 そうですね、はい、学校の地域学校共同本部の活動があるんですけれども、はいはいはい、そこの皆さんがお花をねすごいたくさん植えてらして、はい、はい、他の学校とはちょっと違うなっていう感じで賑やかですよね。はい、本当この湾岸エリアの高層ビルに囲まれているのに、はい、小学校幼稚園はこの素敵なお花に囲まれているって、うん、そうですね、すごくいい空間ですよね。はい、羨ましい感じです、ね、この辺りの花壇も、はい、まあ、常にお花はこう移り変わったり入れ替わったりしてるんですかね。そうですね、はい、ベースはこの大紫がちょうど今咲いてますけど、大紫、はい、紫色の大きいツツジの仲間です。はいはいはい、でそれの間に、はい、マーガレットが植えてあるんですね。はい、でこのマーガレットを多分鉢植えのものをどこかで使って、うんうんうん、よく使われるのが小学校の卒業式とか、うん、はいはいはい、入学式にステージに、ね、置いておくんですけども、はい、それを、地面に置いておくことで植え替えることでまた来年も咲いたり、あ、そうなんですか。はい、毎年毎年大きくなるので、はい、夏の暑さでダメになることもありますが、うんうん、はい、植えておけばまた来年咲くっていうので、どうせ買うならこういう、あ、はい、鉢花を、はい、外でも大丈夫な種類を選ばれると、はい、効率よくどんどん学校の周りがきれいになってくると思います。じゃあこちらのね先生方はそれを分かって、はい、そういった花を選んだんですかね。そうですね、素晴らしい。はい、はい、今
交差点のねところの花壇にたどり着いたんですが、こちらも豊洲4丁目、はい、花壇の会と書いてありますが、はい、これも今名前が変わって豊花の会になってます。はいはいはい、これも先ほどと同じ2020年から、はい、最初に、作った花壇でして、はい、でも最初のもともとはこの左バラがこう咲いてるんですけど、はい、バラとかこのチェリーセージとかこう咲いてる左側の部分を商店街の木屋源っていう文房具屋さん の、 おばあちゃんが、はい、一人で黙々と作ってくださってた場所だったんで、場所で今もお元気で手入れされてるんですけれども、やっぱ地域の方にちょっと信号待ちの時とかにちょっとねお花があるとこう心がねちょっとほっこりね。確かにここの大きな交差点ってちょっと待ち時間も少し他のところより長く感じますけれども、そういった時にねこのお花をこうめでながら待てるのは、はい、いい時間ですよ ね、 ね、そう、はい、季節をね感じたりなんかもして、はい、では吉原さん今はい、ビバホームの方にねまた向かって歩いてきた時に、はい、一つのねお店でちょっと足を止めたんですが、はい、このピンクに包まれているパティスリーさくらさん、はい、はい、こちら私も大好きなんですけれども、今ね皆さん買い物されましたね。はい、はい、こちらの豊洲の商店街は、はい、豊洲ミツバチプロジェクトというものを行ってまして、はいはいはい、蜂蜜養蜂を行ってます。はい、蜂蜜そうですよね。はいはい、でその豊洲で採れた蜂蜜を使った焼き菓子や、うん、まあ、ケーキなんかも、はい、たくさん販売してますので、ね、そうですよね。ちょっとここはね、お土産に、はい、お散歩した時にぜひ立ち寄っていただきたい。はい、はい、と思いますね。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、では東方さん、今ですねパティスリーさくらさんを出まして豊洲5丁目公園にやってきましたね。はい、はい、ちょっと風がね出てきましたけれど も、ね、もやっぱり高いビルの間なので、うん、風が強いかもしれないですね。はい、はい、こちらの豊洲5丁目公園にも素敵なね花壇があって、はい、お花が咲いているんですが、うん、はい、でちょうど、はいはい、チューリップが咲き終わってたところで、はい、今花首だけポキポキ折っていただいてあるところなんですが、うんうんうん、このチューリップ一年扱いではなくて毎年咲かせるためのポイントがありまして、はい、お花が咲いた後には何ができますか？お花が咲いた後には、はい、種ですか？そうです、はい、種ができると、はい、そっちの種の方に栄養がいってしまうので、はい、チューリップは球根を太らせて、うんうんうん、球根を分けて増えていくものですから、はい、種の方に栄養いかないようにその花首を折ると種を、ね、取っちゃうということで、はい、栄養が葉っぱで今作っている栄養がすべて球根の方に行きます。はい、なので、種つかないようにポキポキ、ね、折るっていう作業をしてます。はい、でこの茎があるかないかで翌年咲く咲かないが大きく違うということで、はい、パッと見た目ね茎が伸びてて、はい、格好悪いかもしれないんですけども、はいはいはい、来年の球根のためにわざと茎を、ね、残してあります。そうなんですね。チューリップの見頃は今ちょうど終わってしまったので、はい、また楽しみたい方は来年、来年ですね、3月4月あたりですかね。はい、今年はとても早くて3月中にはみんな満開を迎えたところが多かったです。はい、季節が早く進んでいるので、はい、ぜひ、はい、早めにそうですね、見たいときには3月末ごろ見て回るといいと思います。はい、わかりました。はい、さあ今ねずんずんと歩いてレインボーのスタジオがある近くの豊洲公園にやってまいりましたが、はい、今回のお散歩の最後の地点でよろしいですかね。はい、そうですね、終点は豊洲公園の予定です。はい、子どもたちがめちゃめちゃいっぱい遊んでいる公園で、はい、夜遅くまでも、はいはいはい、キッザニアがあるので、あ、そうですよね、ちっちゃい子がこんな遅くまでいるんだっていう、うん、公園ですけど、はい、はい、ここのちょっとね変わったお花もたくさんあって、はい、ガーデンのガーデナーさんが常駐しているっていう場所になります。はい、この入り口のところにも花壇が2箇所あるんですけど、はいはいはい、それぞれここで育てた種からね種を取って、育てた苗を植えてある場所になります。へ、はい、で今ちょうど咲いているのが松虫草の仲間です。スカビオサ、うん、はい、紫の、ね、お花が咲いているように見えますが、はい、でさっき4丁目のところでもあったこの上り富士っていうのが、はいはいはい、ルピナスの花が咲いています。ルピナス、はい、はい、これですね。それと濃いピンクの
はいはい、金魚草が咲いてます。金魚草かわいいですね、はい、でこちらはジキタリスのお花ももうすでにお花が咲いているので、はい、4丁目と、ね、同じお花がかなりありますね。なるほど。これ中にもコミュニティガーデンが、はい、あります。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。さあ中の方に入ってきましたが、はい、こちらもね花壇。そうですね、はい、ここもあのぐるりパークの方で、ガーデンクラブの皆さんがやっているところなんですけど、はい、ラベンダーとかもあるんですが、はい、ちょうどユリの茎もねすごい伸びてもすでに1メートルくらいまでなってきてます。はい、はい、結構なんか背の高いお花が多いように感じます、ね、そうですね、一年草のお花は低いものが多いんですけど、はい、この辺は多年草とか、はいはい、夏の間も強いものもいろいろ入っています。はい、はい、で芍薬があったり、はい、面白いですよね形。はい、はい、これはチャイブといって、はい、ネギの仲間になります。そうなんですね、はい、ネギ坊主ちっちゃいのですね、はい、このまんま丸いつぼみをしているのが芍薬ですか。はい、そうですね、かわいいですね、はい、つぼみの姿、ね、うん、でこっちのはタイムです。はいはい、で触ると匂いのカプセルが弾けて、はい、タイムはあの、はい、ハーブの名前で聞いたことがありますが、はい、これですね、うん、はい、はいはい、今豊洲公園中の方まで入ってきてね、海が見える花壇までやってきましたが、こちらが、今回のお散歩の最終地点ですね。はいはいはい、こちらが豊洲シーサイドガーデンです。はいはい、ここはあのみんなで楽しむコミュニティガーデン講座というのを、うんうんうん、6年前にやってるんですけども、はい、その時の受講生の皆さんと一緒に作り始めたところです。はいはい、でまた今までに見た花壇とちょっと雰囲気がガラッと変わりましたよね。はい、そうですね、はいはい、でちょうど、今年は赤い金魚草、はいなので、はい、真っ赤かな感じと、うん、白のノースポールですごいコントラストが強くて、最高ですね、ね、はいはい、ちょっと前までは黄色いチューリップがわーってあーそうですか、はい、100本以上入ってたと思うので相当にぎやかだったと思うんですけれども、はい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 、こちらは第2月曜日の10時からいつもやってまして、はい、遊んでるお子さんたちも多いのでお子さんたち親子連れと、いつもやってらっしゃるあの世帯がちょっと一回り上の、うんうんうん、はい、方々との交流の場にもなっています。お花で、ね、交流するんですね皆さんが、はい、かなり大きくなってきているので、はい、こういったものを込みすぎているとアブラムシが出たりとか、はいはいはい、うどんこ病とかも出やすくなるんですね。はい、でそれを防ぐために風通しが良くなるように切り戻しという作業をします。切り戻し、はい、はい、でそれでカットするので切ってしまうのでそれを歩いてる人に配ったりとかそういったこともやっています。それ喜ばれそうですね。そうですね、なかなかねあの肩のお花摘んでいいところってないので、うんうんうん、そうですよね。はい、今ねこう豊洲をぐるっとお散歩しましたけれども、東方さんがこう案内してくれながらお花のお話をしながらするお散歩が5月の17日、はい、花と緑のお散歩隊豊洲編ということで、開催されると思うんですが、なんとね締め切りが明日、はい、明日までなんですよね。そうですね、はいはい、行きたいと思った方申し込むことできますかね。はい、その状況にもよるかもしれませんが、はいはい、区役所の方にお問い合わせいただけると空いていればまだ行くことができます。わ、はい、かりました。まあ、その定員の状況次第ですけれども締め切りは一応明日なので、はい、これで興味持った方ぜひ参加してほしいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では一番最後になりますが東方さんからこのラジオを聞いている方にメッセージをお願いします。はい、街中にあのお花がたくさん増えて、お花を通じたコミュニケーションがあの深まっていくとよりみんなが住みやすくて素敵な街になるなと思っています。で、今64団体の皆さんがガーデン活動されてるんですけれども2030年に100箇所にしようという目標を決めて、うん、はい、お花好きな方を増やす活動をしています。ぜひお近くの公園でもっとここにお花が咲いてたらいいなというのがありましたらあの東方までお声掛けください。わ、はい、かりました。本日もねたくさんお話を聞かせていただきありがとうございました。コミュニティガーデンアンバサダーの東方さんでした。ありがとうございました。取材リポートをお聞きいただきました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等区政情報さまざまな町の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れの時間です。今後もどうぞお楽しみに。本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、
この番組は江東区の制作でお送りしました。